はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はいはい、今回はね、タープのポール、それの選び方、まあ自分の持ってる範囲で、分かる範囲で、はいはい、ちょっとね話していこうかなって思っています。持ってるのはね、持ってるこのタープ、これはねローベンスの3メーター3メーターやつですわ。それにね、新しく買ったんがルーズアウトドア、それかな、アルミやねんけども、木目タイプ、はいはい、それとちょっと若干太いやつ、はい、それを買いました。タープの方はね、以前から持ってるこのねローベンスやねんけども、最近ねこういうハトメじゃなくして、こういうループになってるんが結構多いんでね、ポールの方もそれに合わせて考えとけへんかったら、まあまあ適度にみんな合うやろう思って、はいはい、買ったら失敗することがあるんでね、まあまあ失敗したらその対策として、こういうふうにしたら使えるね、全て使えるようになるからいうのもね、ちょっとね織り交ぜて紹介していこうかなって思ってます。今回ね、以前から持てたこのポール、このポールの径がね、18mm、はいはい、18mm だったらね、このループ状のところにね、突き刺さるかね、止まらないことがあるんですわ。で、今回買ったんがこれ、28mm かな、ちょっと太いやつで、木目調のやつ、これやったらね、ハトメでももちろんループでも両方いけるんでね、何の心配もなくね使えてるんですけども、最近はねハトメじゃなくしてこんなループが多くなったんで、それをちょっとね頭に入れておいてもらえへんかったら、あまりね細いポールやったら、はい、こんな感じにね突き抜けることがあるんで、まあラインでね思い切り引っ張っとけば外れへんやろいうね、そういう感じもあるんやけども、やっぱね自然が相手やし、ちょっとね突風吹いたり、はい、した後でピーンってね張ってたラインが、あ、見たら、あ、緩んでるやんいうこともねあるんでね、はい、そのためかどうか知らないんですけども、昔からね、これはロゴスかな、穴が上まで開いてるとことか、それ以外に突っ張り棒のようにね使うために半分だけ穴開いてたりするようなね、こんなパーツも売ってるんですけども、ちょっとね先っちょが短いんで使い勝手が悪い、ラインをかけても外れるんちゃうかないう時に、普通にねホームセンターで売ってるこんなワッシャでちょっとね、これで25センチぐらいのね径になるんでね、こういうものを使ったり、これやったら100以内でね、4つだけね、いるだけやし、それとか、木で作っても、はいはい、こういう感じでね、しといたら絶対抜けることもないしね。まあ以前ね、以前から言うね、他の時にこれ作って、はい、あれですわ。ギリアのテント。あれの入り口の跳ね上げ部分が両方ともループになっとったんでね、このポールが使えへんかったいうので、それで作ったやつですわ。もうハトメじゃないでね、最近。それがまず一つですわ。はいはい。ハトメを多く使ってんのか、ループを多く使ってんのかいうのね、それを見極めてからポールを選ぶ。はいはい。次はね、あれですわ。まあ、細いポールでも太いポールでも同じなんですけども、この継ぎ手の部分、ここにスプリングがあって、抜けないようにしてくれる。ちょっとテンションかかってるだけでね、抜けないようになってるんですけども、それと、もう一つが、ショックコード入ったやつ。ポール全体にね、ゴムが通してあって、もう完全にね、一本ずつに全然ならないやつ。その分ね、何本つなぐねんな、これ4本つなぎなんか、3本つなぎなんか、それとも5本かいうのも、一時考えやんでも、
橋も考えてもね、一番先端とお尻の部分がもうひっついてるんでね、パッパッパーっていけるんですけども、まあまあ使い方はこれの方がいいんですけども、私みたいに背が低いね、低い人やったらこれでね2メーター30ぐらいあるのかな、もうちょっと少なかったかな、そんな高いの張れへんし、180ぐらいだったら十分いけるんで、1本外すか言うた場合、このショックコード入りの場合は折り曲げて置いとけへんかったら使われない。でさっきのスプリングみたいなああいうタイプやったら1本外しといて、で袋にしまっとけるんでね、はいはい、そこらも考えてね、短く使いたい人やったら外れるタイプの方がいいんちゃうかな。はいはい、もうみんないつもいっぱいいっぱい使うねん言う人やったらショックコード、はい、それと後でまた言いますけども、ここのちょっぽりのやつ、はい、その3つがあるんでね、そこらはまたねいろいろ自分に合うたポールを選んでもらったらいいんやけども、それが2番目なのかな。それと3番目、折りたたんで、持っていくときね、4本つないか5本つないか3本つないかによってね、小さく持ってきたいな、タープと同じぐらいで持ってきたいな意味やったらね、なるべく、5本つなぎのやつで持っていった方が、ツーリングなんかね、オートバイなんかの時やったらむき出しで持った場合、さっきのね、大きい4本つなぎやったらね結構長いんでね、はいはい、そこらもちょっと考えて、収納サイズのかな、はいはい、そこらもねちょっと、考える必要もあるんちゃうかな。せやからね、これは5本つなぎやからね、ちょうど、タープ、ローベンのタープとね、長さが一緒なんでね、これやったらちょっとね積みやすいのかな、はいはい、ほんで今回のこれやったら一緒に持っていくのもちょっとねめんどくさいないう感じで、まあ車やったらねそんなこと全然関係ないんでね、はいはい、車に今回はね買ったんですけども、まあタープの方はね、こういうタイプと、2個持ってるんですわ今。こっちのねこの小さいやつはね3メーターの3メーター50、そのくせね結構小さく折りたためる、これ防水も効いてんねんけどめちゃくちゃ薄いんかな、はいはい、そういうのと2つ持ってます。それとね、後でまた言います言うてた、こういうタイプの、継ぎ手いうかな、このちょっぽりのやつ、押さえて穴に入れるやつ、押さえながらこうね、はいはい、はめんのはね簡単やし、これが一番確実なんですけども、はいはい、今回ねこれ外すのがねむっちゃくちゃ外しにくかって、まあアルミの厚みが1ミリか 1.5 1ミリぐらいかなあるんでね、この上から押さえて爪を立てて1ミリ奥に押さえ込めへんかったら外れないんですわこれ。はいはい、男の人やったらね爪も分厚いし、爪立てガッて押しちゃええねんけど、これ女の人ね外す時爪も薄いし指の皮も薄いし、はい、外れへんかった言うてね、うちの嫁も男みたいな手しとるくせに外れへん言うてねはいはい文句言ってましたわ。そこらもちょっとね、考えて買うた方がいいんちゃうかなってね思うんやけども、しかしねやっぱこのちょっぽりタイプが一番ね使い勝手がいいのと一番安心できるのかな、一番いいんやけどもね。あとはあれかな、外すのをね、はい、ちょっと爪伸ばしておくかね、はい、そんな考えへんかったらね、はい、それじゃあね実際ちょっと貼ってみて、どういう貼り方かいうのね、最近ね貼ってるのが V の字にポールをね立ててこういう感じに、
開けてるのが北側で、太陽を受ける方が南側に、こういう形で下ろして、ね、完全に下ろすんじゃなくして、ちょっと風の通りをね、よくしといた方が、はらんだりするんでね。下は40センチぐらい上げて、はい、ほんで正面も、こういうのを後ろの方にしたら、ちょっと前が下がったり、するように考えた V 型のね、貼り方にしてます。夜店タイプいうのかな。でどうしてもね、斜めにポールを貼るんで、こういった金具、はい、これもね、作ったんですけども、ホームセンターにね、ベルトいうコーナーだったのかな。45円。これ1つ、2つ。4ついるからね。4つで200円ぐらいかな。で、こっちがね、正面に V の字ですわ。これを逆さまに貼ってもね、逆さまに V にしてもね、使えるんでね。最近はね、両端を下ろすよりも4本ポールとかでね、開放的に貼ってある人が多くなったんでね、火の入ってこない方は上に上げて、南側は下げとく。はい、そういうのがいいんちゃうかな。それとポールの選び方。今回はそういう動画になりました。インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70。ジジイは72歳。おおきに。おやすみ。